はい、映画見ようのコーナーというか番組です。まあ、今日は仁義なき戦いを見ようと思います。私、衣笠龍敦でございます。はい。はい、私、河村正秀と言います。はい。はい。さあ、小寺さん。あ、まあ、僕ですか。小寺克秀です。よろしくお願いします。はい、はい。いや、まあまあ、まあ、こんな風に3人とか、まあ、いつも集まって飲みながら、わーわー、まあ、オンライン飲み会ですよね、基本的に。まあ、飲みながら映画見る会なんで。まあ、これを YouTube で見てはる方は、なんか、とか思うかもしれないけど、まあ、よかったら、飲みながら、この、今日は仁義なき戦いの73年の最初の映画をやろうと思ってるんで、これをみんなで見ながら、飲むので、一緒に見ると、なんか、夜中だろうが、いつだろうが、オンライン飲み会気分が味わえると。まあ、直接こちらに参加していただいてもいいので、その時は、衣笠まで連絡いただければと思います。番組収録も、日曜日の夜の今8時半です。だいたいそれぐらいに収録始めています。そうですね。じゃあ、仁義なき戦い、今日は仁義なき戦いの第1作目です。深沢金閣。1973年1時間39分です。あ、じゃあ、私はこれはあんまり詳しくなくて、はい、河村さんにお願いします。仁義なき戦いっていうのはヤクザ映画なんですけども、ヤクザ映画にもその、いわゆる実録路線ものに分類されるもので、この仁義なき戦いが始まる前は、その、ひながしの役、大正時代。人侠映画。うんやったと。それはまあ高倉健とか、鶴田浩二が主演で、最後、ドスで、決着がつく、義理と人情の話だったんですが、この仁義なき戦いは、まあ、主に拳銃が使われまして、で、義理と人情じゃなくて、みんなこう、本音で、女と金に従って、本音で、という、だからその、気流しの、人侠ヤクザに対する、まあ、アンチテーゼというか、カウンターカルチャーみたいな感じで言ったので、決してこれがヤクザ映画の本流では、実は、ないんですね。そう。で、はい。はい、まあ、その、人侠映画自体も、その、時代劇が下火になってきたから、やばいってことになって、東映が、人侠映画作り始めて、まあ、それで、牧野正広とか、加藤大とか、山下耕作とか、時代劇を撮っていた人が人侠映画撮り始めると、これが大当たりで、もうそれが日米の安保闘争の学生紛争の頃に、その、いろいろ学生の心にもすごくフィットして、支持を受けたという、まあ、それは60年代中頃から人侠映画がぐっと来るんだけど、それが下火になってきてさ、もう、やることがなくなったっていうところで、仁義なき戦いがこう、出てきたということです。仁義なき戦いの1973年の、制作なんですけど、その前年にちょっと象徴的な出来事が起こりまして、さらに72年になんと、スーパースター藤純子が引退してるんですね。ああ、はい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 。それでもいよいよ客の予約がなくなっちゃった。ああ、どうしようかということで。考えて、深作欣二という監督は、まあ、ヒット作、まあ、いろいろ映画撮ってたんだけど、ヒット作に恵まれなかったんだけど、まあ、菅原文太もまあヒット作に恵まれなかったんだけど、これで仁義なき戦いで一気にスターダムにのし上がっていくという、道筋です。そんな仁義なき戦いに非常に大変影響を与えた映画が、この熊代辰巳、一条さゆり濡れた欲望。はい映画の構想に、悩んでるときに、その、笠原和夫と深作欣二が、熊代辰巳監督の日活ロマンポルノに、これだと、ひらめいたらしいです。手持ちでガクガク動くカメラとか、ザラついた画面とか、脚本のなんか、起承転結のなさ、なんかエピソードがいっぱい重なる、話の構想とか、非常に影響を与えたと、笠原和夫時代が。で、100分少々の映画なんだけど、なんか映画3本分ぐらいみたいな、すごい気がしますよね、これ。どんな内容か途中で、いっぱいエピソードが積み重なってくるんで、なんか、今何か起こってるのか、話の筋はどっちに行ったのか、よく見ていてわからないで。一回見ただけで、なんか多分わかんないなと思う。ですね。まあ、うん、まあ、だから、まあ、言ってしまえば、だから、
一種ヌーベルバグだったような気は、そうですね、これはこれ。だから時代劇があって、で、まあ、あの江戸時代が、江戸時代ぐらいですよね、大体時代劇が多かったな。まあ、その以前 の、 あの戦国時代もあるんですけど、まあ、それで時代劇になって、江戸時代が多くなって、それがまあ、様式美でやってたのが、だん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 、それが伝えたら、今度明治とか大正に来て、着流しの、で、その時は侍いないから、このヤクザで、ヤクザがどうやってのし上がっていくかって話をやって、それの、あの組の構想だのなんだのでどうやって生きるんだみたいな話になってきたんだけど、これもまたやっぱりあの綺麗事になりすぎてきて、だん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 で、まあその時のあの本当に美しい映画を撮ったのが、さっき言われた藤純子さんというね、あの 女のバクトという、でこのこれがむちゃくちゃ強くて美しい女がいてという、でこれがなんかあの悪いやつをバッタバッタとなぎ倒す映画でございます。でその人がもう引退して、大体もうそれも下火になってしまったというのがあって、今度は本当に血がドバドバ飛び散って、あのなあドスを刺しゃ痛いんだという、であとは拳銃がバンバンあって、で時代もだから大正じゃなくて今度は昭和になって、で実録も何もだいたい戦後ですよね。戦後からだいたい始まって、本当にこの映画当時のあの世相と地続きのところで、全くあのだから出てくるあの風俗とかが全部今と映画館の外と同じ状態で拳銃撃っちゃって殺し合いしてっていうのがあって、でどっかまあだからニュースでは時々そういうニュースがあるので、これの実録がこうなってんだみたいなことになって、すごくリアルな話になって、ね、だスターの映画からこうなんか集団構想劇になんかなっていくんですよね、仁義なき戦いから。いやどこ、うん、結局スターが生まれない構造ですよね、もうそもそも、あのリアルすぎるので、みんなのだからそこでなんかむっちゃかっこいいやつとかむっちゃすごいやつなかなか出せないんだけれどもっていう、でその中でどうやって生きていくんだっていうのはすごくリアルにわかると、この情けなさも強さも。あ、じゃあとりあえず忘れた、乾杯しましょう。飲み会乾杯してからまあ映画見ましょう。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。はい、ではでは、じゃあ仁義なき戦い、回していきます。まあ喋りながら、この映画はもうまあ言ってしまえば見逃すなっていう部分はあないっちゃないし、全部見ときたい感じだしっていう、ちょっと不思議な構造の映画でございます。仁義なき戦い、これいっぱいありまして、仁義なき戦いだけでも6本ぐらいか、5本だったっけ、6本でしたね。で、その後に新仁義なき戦いとかね、いろいろあって、新仁義なき戦いも結構面白いらしいんですけど、で、その後いっぱい薬剤が似たようなタイトルの薬剤があるので、お間違いなきように、あ、で、仁義なき戦い、で、その後に副題がついてないやつが最初ですね。年代とか制作年が73年のは、副題のついてない73年のが仁義なき戦いです。そっか。もう一つあるんですよね。2がこの73年に半年ぐらいで作られているので、ヒットしたかって言って。広島市東編ですね。広島市東編がもう、それも73年でしたね。そうそう、もう、試写の段階で続編が決定したという恐ろしい映画だったんです。で、73年1時間39分の仁義なき戦い、サブタイトルのなし、広島市東編ではない方のやつですね。はい、を見ます。はい。じゃあ、これから、見る用意をします。で、頭の、予告編とかをなしで、0分00秒で、ポーズかけておいてください。じゃあ、私はネットフリックスです。まあ、他の方は、Unext とかいろいろ、アーマープラとかもあるし、DVD でもいいと思います。時間、同じじゃない。はい。では、今から5秒数えます。5、4、3、2、1、0。はい、0、はい、スタートってやりますから、でそのはい、スタートでやってくださいませ。ポーズを変えておいてください。では、いきます。じゃあ、いきます。5秒前。4、3、2、1、0。はい、スタート。はい、東映のマークですね。梅の。これが東映のマークの後ろに船が映ってるバージョンとかあったんですよね。あ、そうです。
冒頭この核爆発です、ね、はい、原爆、まあ、原爆、まあすごいハッタリはなんか外国人とか仁義なき戦い見るとき冒頭の原発の血の言葉を見てなんか、うん、わすごいってなんか思うらしいですね。ああいやまあだからあのあれなんですよね、外国からしたらこれはあの、うん、SF 映画でもよく取り上げられたので、原爆の後どうやって人は生きるんだろうという、うん、で見事にそこから始まるので、原爆があって原爆ドームがあって焼けたたえとか、こういう実際の写真をこの挟み込んでいって、うん、リアリティを増していくというやり方です、うん、ね、あの壊れた風呂場、うん、河内民夫って割とその日活映画に出る人だったけど、なんか東映、うん、東映ですよね。この対馬敏明作曲の音楽がまた、まあ対馬敏明って言ったら映画音楽他にもいろいろ作ってるけど、うん、これはいいです。うんうん、あ、川谷拓三がちょっと、まだ全然無名の頃です。結構この辺に立ってくるとあの映画全体が落ちてきたので、あの収入が、いろんなところの役者さんがあの会社をまたいでいろいろ出るようになっていくんですね、深作欣二で、そのそうこれスチールに思わしといて動き出すという、そうですね、これ今日ですね、色味も変えてるんですよね、モノクロにしといたの。オープンセットですごいセットですね、うん、俺本当に。このストップモーションが画期的だったんですよ。うん、来たって、もちろんなんとかどり幹部って、あ、こんな人物の紹介の仕方があった。うん、しかも最初のストップモーション、あの一番主役顔が映ってないんでね、見えた画面で止めるという、このざらついた画面と手持ちカメラ、これ3516、いや3、それはちょっとわかんないですね、35ですね、でも、うん、当時16ミリで手持ちで撮って35ミリにブローアップするなんてことあったんですかね。飢餓海峡がもうそうだったんで。ああ、そうか。うん。技術的にはできたはずなんですけどね。ああ、もうこの辺の。ああ、ヌーベルバーグだ。MP。うん、オキパイドジャパン、あ、これでストップモーション後に、あ、ソネ、ソネハルミが出てきた、あ、リンゴの歌これかかってんだ、ここかかってますね、あ、まあどこからリンゴの歌がかかってるのかわからないけど、案外スプラッターな場面は多いって見せかけるけども、そんなに真っ二つっていろいろ血が飛び散るけど、このなんかスプラッターはこの場面ぐらいなの。
いやもうなんかこの辺までもう自分強いでなんかどういう映画か宣言しますもんね。こういう映画だよって。でこの辺がちょっと落ち着いてくれた。無茶やんなくなってくれた。あんなに。山盛り組も選手はこんなにちっちゃい。ああ、片足があって義足って。まだリンゴの歌がかかってますよ。この入り方ですよね。なんか、トントンとひっくり返す。なんで菅原文太があの自分のヒットマンを買って入れたのかとか、一切書かないですけど、まあまあこの流れこんだけ飛ばしてレイプアリーの腕切りアリーのでガンガン、まあまあ、もうあの客は麻痺してきてるところなんで、ね、この試合にこのあたりが彫刻っぽいですね。この人の配置の仕方が、とにかく画面に隅々に人を張らす。ここで見て、でこの音楽、この構図、タンタン。いや、この映画、いろんなエピソードがあるから、どこがファーストターニングポイントで、どこが分かんないですよ。よく分かんないですね。まあ、あの全体としてはあの構成はしてあるんだけど、あのエピソードが細かくて、どんどん重なるから。だからまあまあ、この辺はだから、あのやつが、うん、人殺して、菅原武太が人殺して、どうなっていくかと、組長さんどうなっていくかってやつですね。で、こう梅宮達郎が入ってきて、そうそう、早い展開。3カット目か4カット目ぐらい。あ、これ横移動させて、おお、あ、やっぱり手持ちカメラいいですねこれ。手持ちだなこれやっぱり、うん、手持ちです。いやでもあの
あれでよくあんなにぶれないで頑張った。早い、展開が早い、ね、何はほとんどセリフも何も聞こえないで叫んでただけなんだけど状況は分かる。こういう真上のアングルのカットってたまにあの深さがきっちりよく やる手ですね。なんかテレビ版の必殺仕掛け人の第一話ももう真上からなんか。まあだから特に確かに何か退屈嫌いなんですよね、きっと。じわじわ見せるっていうのが大嫌いなんでしょうね、この子の特に。だから会話のシーンでつまんないシーンをもうアングル変えていくという、この辺はもう何かこの話だから腹切る話はもうこれアップでいけるっていう、もうドキドキしてみるか。まあ、ここでなんか先輩と後輩の関係が出来上がる。いやだから 本書いてる人がうまいんですよこれ、うん、あのこのドキドキさせるんですこの中でっていうのが。これだったら兄弟分になろうっていうのがなんかすごい納得感があってあるという。なんかもう、まあ、強引というか、なんか音が何の疑問もなく、どん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 そういう。だこの設定自体は情で、感情でなんか納得させられると踏んでますからね。なんか示し合わせたように腕をこう前に出していただいて。納得感すごくあるというね、これで。でこうリアクションだけで。で、あの、この照明やってた意味がようやく、あそこで顔が照らされるという。なんかこの辺も逆っぽくなってください。んなアホなっていう展開ですけど、まあ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 。ストップモーションで終わらせると。でも出所ですね、早いしね。そうそうそう、うん、いやだからそれを見せないでこれでやっといて、うん、ここで進化してた、出た、この映画最大の悪役。
もうボーンズやってたいな。もうナレーションで済ますんですよ、ね、うん、いきなりもうなんか組が。また始まって17分というね。どんだけ展開。これでおしまいと。あとは、あとはそいつの活動へ移る。あ、じゃない、これ、また人、あれがあるんだ。早い昭和24年。なんかしらけど喧嘩が始まってしまって、ね、いやいや、もう爆地じゃなくてビールで喧嘩が始まって、うん、いや、こういうこと考えるのがやっぱりいいんですよね、あの金の上で大乱闘になると、うん、まあみんな広島弁を喋るのが本当に当時目新しくて、うん、広島弁によるなオペラなみたいな、オペラなみたいな言い方もされたんだけど、でも本当の広島の人に聞くとこの広島の弁みんな下手くそってやんでしょうね。こんなあんな広島の人も同じ喋るイントネーションがおかしいとかって思える。この人の配置ですね、もうなんか、うん、やっぱこの辺の集団取るの上手いですよね、うん、後ろでリアクション見せなきゃいけないとか絶妙な位置でリアクションしてるという、ね、で目立つあたり役者一人一人の心の声がこう画面にこう聞こえてくる感じです、うん、セリフを言わないときに各役者がどんな顔を演技をしているかっていうのを見てるのが楽しいんですよ。そうそうそう、これそうですよね。全員本気でやらせてるというか。
あの気抜く場所がないという演技に。誰も指の爪を表じゃなくて、こういうギャグ、うん、これがギャグになっていくという。怖いんだけど、そのままね、バカバカしいというね。ちょこっかバカバカ。で、これはアングルもそうですよね。なぜか畳から。まあ、パパの顔、後ろの顔。指がないとこんなギャグあります。松方弘樹がいい。このアップ。この今喋ってる人はなぜか中部日本とか名古屋っぽいなんかイントネーションです。うんうん、うん、この画面の使い方がうまいな。いいわな。端っこで見せといて前へポンと落とす。早いな展開が。もうね、この仕組まれてるというね、暴れさしといて。
この泣き落としというか。大体今で、何分ぐらいだ ?20 分ぐらいか。25分ぐらいですね。いや、なんか人間関係が複雑。うん、いや、だから、はめられたあたりで、ファーストターニングポイントですよね。だから、あの、前はこの組に入るまでで、組入ってから苦労するのが、ひいいな、ワンショットで処理したよな、あれ。これもワンショット。うーわー、これだけとセットとキャやって手持ちでこれをやるか。エキストラ何人使ってるって感じですか。でしょ、ワンショットだけで。カメラマン信用しないとあれはできねえ。で、いよいよこの金子のこの山森さんが何を考えてるか分かんなくなってるので、山森はどっちの味方だ。話がどんどん複雑になるのは、登場人物が旅に出ちゃって、いなくなっちゃう。それどだまたフラッと戻ってきて、戻ってくる。いや、だから、あとで出てこいとか思ったらいきなり出てこなくなる人が実はっていう展開が、もうあの、話の筋がちょっと見てて分かんなくなった。あの、梅宮達夫がね、もう。梅宮達夫と松形博樹は今何だ、そうそう、何が起こる、何どうなってたか分かんない。あ、川谷さん。声で分かった。川谷拓三も毎回違う役柄で出てくるから、うん、ね、ますます分かんなくなる。マンションって、そうですね。なんか、ガソリンかけて火を前にやってと。もう梅宮達夫もここでまたいつの間にか話の筋に加わってきてる。
梅宮辰夫とかストーリーのラインから消えちゃうんだった。なんかまあもともと取材して実力もんなんで、取材したやつなんでもう話作る気はもうあんまりなくて、いや現実でこれ気象天気では綺麗にはつかねえという。まあ、インタビュー元にしてあるのでね。こうしてみると、川谷拓三もいいところにポジションを。うん。やっぱり、うん。目立ってます。うん。いい顔してるっていうのは分かってて。うん。やっぱりだからやり方としてはあれですよね。最初の方で怖いぞってやっといて、あとはその怖いのを使って何か語ってくるという、これもあのそんなにバイオレンスではないですもんね。スプラッターのとこはないと、うん、脅しで終わるという。最初にバツッとやってるからもう怖くなる。この先は。この光の使い方とか絶妙だと思う。あ、変わったのがこう。そうそう。暗闇の中から前に。ああ、はいな。ロッキング前、はい、のつもがしかる。ああ、いいな、カメラと。カメラが絶妙。ここでこの人たち、人たらしの山森さんが。まあ、演技です。本当、本音ではそう思ってないぞという感じ。いや、この人多分自分で騙せれるキャラクターなんで、この瞬間は本気っていう。で、またすぐ考え直すという。いや、こっちに人。で、川内民生がいつの間にか敵になる。まあ、だから。人間関係はよくわからない。わかんなくなって、写真で何とかすると。あいつだ、あいつだって。梅宮辰夫は、と菅原君とは、お互い敵対勢力に、敵同士のはずだったんだけどな、あれみたいな。なんか、人間関係の縮図が。徐々に分からなかった。いや、だから破門されたり、向こう破門されて、こっちに引き取ってもらうという。ここは季節は冬っぽい。それ冒頭夏で今冬で。どうやって？この人の配置も。うん。
まあまあまあ。まあ、田中邦衛とか、曽根晴美とかが、どんな表情をしてるかっていうのが、見てるのが楽しいかもしれない。田中邦衛、目だけは出すという。この映画で一番わからないのは、この、金子の棒のあの山森と田中邦衛が、どの段階からこう、接近してたのかはもうわからない。後で見直してもわからないです。あれ？いや、最初にいたから、連帯の一味でいたから。いや、もっともっと後半、実は親密なし関係でしたっていうことが、こう、わかるんです。この時にもう、田中邦衛を裏切ってるのか、まあ、そこはわかんないのよ。武道派二人。腹が逆っぽくなってくるんですね。だんだん落ち合いになると。みんな本心だや戦いたくなっていう。6人で殴り込むのやだって。ここですね。いや、アッパがこういうのうまいよな。見せ場持ってくるな。田中邦衛セリフがの順番が回ってきたのこの場面じゃないかなと今までちょくちょく画面に映ってるやっと田中邦衛のセリフの順番が回ってきた。このキャラクターこのままずっと行くと嘘だ本気なのか嘘なきなのか言わないアップ言っててこれでまた引いてくるんと回してこの構図を取るとコンポジションがうまい。この辺なんかもギャグなのか何なのコントを見てるのかな。コントですよ。いや、だからこういうことをやるのが、だから、人気映画とちょっとずれてきたところで。主役だろうが何だろうか、アホっていうか、なんか、軽いというか、まあそんなもんだけどなと思ったりするけど。
なんか。やっぱりリンゴとかみかんとか置いてます、うんうん、なんでこの枕元にこんな旬があるのかちょっとよくわからないかな、うん、この後増刊して撮ってますね冬も。ああ増刊してるんですよ。このこいやいやが画質から見るとうんうん、まあ、後が大事、後がだけであれを済ませるじゃん。うまいっすよね。うん、ワンショットで。この、声だけ。うん。ああ、やっぱりいいだな。この画面の奥行きの使い方。うん、この雨、うん、フリフリ式だ。で、手前の真っ暗にしとく店内。おお、手持ちの手持ちっすよ、うん。転げて、追っかける。これ受けるのも手持ちで。うん。ここで交わすための裏切り者が
のかもしれない、うん、またこいつは裏切るのかって、ね、でこのカンバラは今 どっちの味方やったっけ、なんか分からなかった山盛り裏切ったんじゃなかったけど、うん、もう、まあ、案の定という感じなんですけども、やっぱりね、みたいな。いや、でも、あの、やっぱりこの辺はね、あの、ぐっちゃに見えて、実は構成しっかりしててというやつ。あの、見せ場が、この辺でやってくるという、ミッドポイントにかけて。頭、組に入るとかで、組入って、まあ、鉄砲玉やって、やらされて、ピンチに追い詰められて。こいつが裏切り者なのか味方なのか。客がドキドキという、うん。はい、後ろから車回って。いない。カンバラどこ行っちゃったんだろう、ね、走っても走ってもまあまあまあいいですここでなそうここナレーションで終わる、どうやって逃げ切ったのかよく分からないまた旅になるやばいことになってきたという山盛り本当はやばいやつだ居場所見つけたと思ったらこの居場所がやばいところとちょっとミッドポイントあたりですかねこれミッドポイントから、まあ、ちょうど時間的に半分、うん、半分で、うん、いやだからあれですよ。だから、組長がそれまではなんかいい人で、いい組長で、なんか、鉄砲玉として生きがいあったらここでやばくなってくる。本当はっていう。この辺から。で、多分観客は梅宮達夫を一番信頼してるというか、うん、この人が一番まともな人だという感じで見始めます。
この少女少女かあっという間あっという間にしない、何も買うだけで。やっぱりなんか構図うまいですよね、帰るの。パシッと決める。まあなんか、この人は死なないだろうと思って行く人が、うん、なんかどん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 死んでいく。河内民生があのタイミングで、コロッと。頭を打たれて死ぬっていうのもショッキングです。このあたりが多分お客さん梅宮達夫目線でこう、うん、見ていくはずなんだよね。この人はまあ大丈夫だろうなぁと思いながら見ちゃう。思いきやな。思いきや、なんだかんだ言って、この人は最後まで生き残る感じの人かなぁと。菅原文太に逃げ切ったから、梅宮達夫もまあ、うまく、こう、警察を。逃げて、かくまわれて、物語を引っ張っていくのだろうなと、なんとなく思っていたら、うん、いや、だから、この二人のあの、兄弟人気者になるのかと思いきや。かなと思う。兄弟の絆の話になるかと。最悪な。ああ。うわあ、あれ。もうなんか、上下がほんと激しくやります。海が立つと死んじゃうのみたいな。そう、死に方も見せ場の作り方はね。子供嫁ですけんってやっといて、吐いたら打ち出すと。なんか調べる朝鮮戦争に。だ、結局その菅原文太が頼りとするものがどんどんいなくなっていって、孤立していくという感じ、うんうん。どんどん広い状態になっていくと。でも松方弘樹ぐらいしか、本当に、うん。うん。あの、気を許する人はいなくなっちゃう。いや、だから、一番最初、闇市でガチャガチャしたときは、だんだん仲間になって、いい感じになっていくんだけど、だんだんお互い信用できなくなっていく。組長も信用できねえ人。これがいわゆる、このコートの羽織り方がいわゆる松方掛けってやつですね。この、袖を特に肩を入れないんですよね。ここでようやく渡せつんで、ひごが出るよ。
わあ、ほんま渡り哲也によう似てるわ。若い頃。うん。さすが兄弟。ワンショットでやる。この辺りの構図は田中邦衛にずっと画面右上の田中邦衛がもう気になってしまう、ね、この田中邦衛がどんなリアクションを取るのか、うん、田中邦衛はこの山森金子の方の後釜を狙っている人で、史実。後釜は俺だ。みんなちゃんと顔が映るところに。これ構図宗教画みたいですよね。最後の晩餐とかパターン同じですよね。あそこに集中する、金子組長のところに集中するようになってて。金子組長だけ丸く、で、照明がパンと当たってて、他は影で半分落ちてる顔にする。この金子の方の顔芸をこう、淡々とするんですよ。うん。我々のいやーってなんかこう、ここで仲間割れが始まります。みんなの顔が。で、金子の方がここで客に向かって顔をむするんだけど、この顔芸の表情が、しみしみ仲間割りをこいつら始めるのしみしみ。思うつぼじゃぜ。しみしみみたいな感じですね。まあ、アングル的にね、確かに、それが、これ顔見られてねえと思ってるから。ここはもう自分が、うん、ここはもう自分は立ち立った方がもっと仲間割れがひどくなっていいだろうなみたいな計算とかです。そこで田中邦衛がこの漫画に入ってきて、次は後釜は俺だと、実はこの三つ役ができてて、田中邦衛が二代目を継ぐということにもうなってるんですよ、うん、本当は。でも田中邦衛は、田中邦衛はどこでこう自分の存在感を出していこう、いきたいんだけれども、なんかみんなの若い人たちに何もできなくて、こう、いじしてる。いや、だから、松本博樹は、田中邦衛を見てるんですよね。で、客が田中邦衛って思い出すという、構図の勝利。そう、で、田中邦衛が、なんか、はじき飛ばされて。誰も田中邦衛に頑丈な感じだ。
やっぱうまいな、手前。うん。主人公だったヒロムがいないところでどん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 状況はやばくなっていく。だからもう誰がどうなったかどうでもよくて、この、うん、ピストル撃ってた人だ、どこの組が誰だっけ、分かんなくなってくる。もう細かい話飛ばしていて、やばいことになってるかいかに出すかですよね、組同士の組の中で。まあヒロポンとか先日は普通に薬局で出たみたいな、ね、らしいですから、まあだから禁止されて、みこしじゃないなって、名セリフがここで、でここまであの望遠レンズでこんな立たせる絵はあんまりなかったのが、ここはバーンと立たせるって、さっきの手持ちだったのかね、なんかレンズ引いてるな。
さっきのところだけで、ね、完全にこれ悪役に当てるライティングですね。ここで。私も。もうここで完全に悪役に。うん、もうサイレント映画自体から、悪い人にはこの薄暗い照明で横から顔を低くなってるってなって。影だけで。逆光で。逆レンブラント。電話が怖い、このマナーで。誰にかけてるんだろうって感じです。悪だくみだって。もうそれ、ね、さっき電話かけてたけど、相手がもあれも罠でって。あ、川谷拓郎のリアクションがいいな、これやっぱり。うん、やっぱり考えたんですよね。あいつ、なんかいいよねっていうのは。組長が仕掛けるという、うん、豊かになってみんなが大きくなってたが、その分だんだん仲が悪くなっていくという、ね、奪い合いになっていくという、あと力のそぎ合いになっていくという、組員一名ってやられたら、ただあとはここで多分クライマックスに向けて畳みかけてるんでしょうね、多分重ねて、うん、まあ、セカンドターニングポイント、ね、ポイントがもうすぐ、うん、もうすぐ来るんで、でそこへ向けて畳みかけて、どん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 状況が悪くなる。いいな。いいぜ、川谷拓郎、足いいね。いいな。シーザーはいいな。うわーっと。ない間に組がぐちゃぐちゃに。あのみんなで、あの戦後すぐは仲良しで。坂と聞かした奴らがどんどんぐちゃぐちゃにという。
はい、パチッと止めると。そうなんですよ、これ。これで一番常識派が、ここで出してくる。で、しかもこの、畳みかけといてこの間ですからね。もうなんか、もう殺されることは決まりきってる感じですね、私は。一瞬捕まるのかと思って殺される。一瞬駅員なんだか警察なんだかと思わせておいてナイフで刺されると。講和条約でだから戦後が終わったあたり平野さん出てくる。冒頭は迎えに来てる人がいっぱいいたのに、うん、もう山森さんもいないし、そんで春にしか来ない。ここ真上からのアングルって、ね、うん、また。いや、あんたの悪だくみが失敗したせいじゃん。あくまでもこの人はそういうことを考える。いやいや。あんたがやりすぎて手ごまを全部。全部殺しちゃったんじゃねえか。またここでなんか、うん、いろんなとこ吹き込む。やばいわな。がっつりと。逃げれるのか、翔太さんって言ってた。実はだからまた鉄砲玉扱いされて、居場所がないという組には、実は組には居場所なくなっている。結局菅原文太が本当の敵を倒せないのはなぜかっていうのが、うん、あの映画の一番の、うん、重たいテーマに徐々になっていくんですよ、うん、そう。
さりげなく子供を見せるところは後で聞いてるんですよね。ヤクザにも子供が少子体がいるということが、この松方弘樹。あ、そうかそうか。うん。この子。生きてた。すごいノイズがうるさい。何でしょう。ザーって言ってた。うちの声ノイズは出てなくて、映画の方のノイズだけですね。あ、ノイズ消えました。なんかまた入って、だから映画のノイズですよこれ。そうですか。ここまたノイズ、このカットも入って。カット変わるごとに音変わるので。セリフが小さかったですね、多分。ここはガッツリ行くんですよね。うん。画面いらさないで。こういう時は。あ、だから、かなり、企んで。
金製のとか入ってるとこ見たらやっぱりこれあの当時の録音技術の限界だったんじゃないかと。何がですか？あのノイズがカーって入ってる。カタ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 入ってる。あれカメラの音じゃないかと思うんですけど。ああ確かに。声がちっちゃいんであのマイクで拾えなかったんじゃないか。無理やり上げたんで。矢野、矢野言われたら、矢野が来たら、まあ、ちょっと、うわ、どんな感じでしたっけ、ではね。あ、こう、あ、曽根晴美が矢野だったね。うん。じゃ、曽根晴美まで知って。広島まで会いに行くってことはやっぱり広島の呉のちょっと田舎の方の舞台の話だったんですね。はい、そうですね。この照明の使い方だけで、我が国へも悪い奴だということは。で、主人公の正蔵さんも、どん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 その世界に染まっていってしまうという。どんでん返しよ、ここで。
ここで反復です、ね。うん。ほら。斜め構図うまい。ここでまた電話です、うん、いや 今のショットやっぱ広角レンズ、うん、ああいうショットなかなかできないですけどね、潜るように三角の顔を潜るように引いていくと、出て前にあの電話機があってそこへ手を伸ばすと、こういう光の使い方うまいっすよね。うまいというか、なんかこの後70年代80年代、ま、あのこういうのが、あ、それはどんな感じですか？あれ、窓の外の光をちゃんと使ったんですよ今。自然光の、そうそう、歩いてて窓から入るわけで入ってきて、その明るさのまんまで行くので、うん、セリフで、あの、その光の状態をブロッキングで役者が動くことでやって、しかもカメラがそれにちゃんと追従してと。で、この辺もだからこのカメラもやっぱりそういうのを考えてあって、あの、拳銃がテカるのを計算してますよね。うんうん、またセリフですよね。外側は光があるんだけど、中は不思議な光になってて、ちょっとなんか人間離れした光になってる顔が。うん。この光がね。
まあだからクライマックスドキドキですね。この兄弟分殺し合いになるのかどうか。うん。本当にまさかと思うタイミングで、あの人が死んでいったんで、やっぱりまさかと思うタイミングで、誰かが死ぬんだろうなとは思うんだけど。あ、でもこの顔いい顔してるな。いい失敗した。この背中越しに車が入ってくるショットで、ワンショットで、うわやばいって聞いて、またズーム打ちして、もう何が起こるか、もう大体もう もう誰がどうかどうでもいいので、も死ぬよなこれって。しかもこの音楽おもちゃや。ああ、説明。それでというね、おもちゃで。いや、だから心を揺さぶられた人はみんなあの子供から見て死ぬんですよ、今気がついた。兄貴もそうだよな。うん、子供が寝てるところで死ぬと。上宮達也、達也。うん。ちゃんと声で出す。まあ、喪服姿の中に一人このスーツ系のリュックっていうのは、ベージュの。終わりか。終わるでしょ、これ。終わりか。そう。だから、なぜその、あの、金子の場の、あの、山森会長と一番悪い人を、誰もみんな殺せないのかっていうことが、うん、まあ、大きな、まあ、テーマになってるんですね。うん。
最初に出てきた主要な人物は、田中邦衛を除いてほぼ死んでしまうという。で最後は菅原文太が喧嘩台を拳銃で爆すか、本当は殺したい人間なんだけれども、本人じゃなくて、その喧嘩台に書かれた名前をバシバシ言っていって、言ったわけで。だここで山森っていう金子信夫を殺してしまったらですよ、もっとひどいことになるということが多分分かってるんですよ、菅原文太。さらに裏切りがもっとひどいことになって、だから山森は撃って、会長は撃てない、誰も殺すことができないのかと、いうことなのかなと。まあ。松方弘樹もその寝込みをその山森会長金子信夫の寝室を襲って、なぜあそこで金子信夫を殺してしまわないのか。子は親を殺してはいけないという何か最後の良心みたいなものがあるのか、何なのか。でもやっぱりそれはまあ作ってる人は結論出せなかったんじゃないかって気はしないではないんですけどね。いやまあまあ言ってしまうこの菅原文太役の人が書いた式のまんまやるわけで、それで通った、企画が通ったからまあまあ OK になったという、全員関係者も OK 出したという。実はだから殺せないけどもある。いやでまあまあ、で言った本人が一番自分をいいように言ってるからそういうことになるんだけど、結論出す、なんかなんでこんなことになったかいまいちよくわからんのですよね、この映画。でもなんか気持ちを、気分はよくわかるんだけども、なぜこんなことになってか何回見てもわかんないんですよ。まあわかりやすい悪役がいないんで、なんかいやだから それを言っちゃう、まあゴッドファーザーじゃないですか。まあみんな自分が生きていくのが必死で、お金も利用して、まあ組を、なんでヤクザの組を維持するので、必死だから、まあこんな仲間割れを起こしてしまったという。一個転がり始めたらもうお互い疑心暗鬼になって、どんどん殺し合いが膨らんでいくという。いやだからまあごめんなさい、やっぱりこの映画がね、やっぱり私にとってわからん映画なんですよ。いやなんか、中心を欠いているというかですね。いやでそのわからなさが面白いんですけどね、逆に言うと。いやだからそれはなんかヌーベルバークっぽくて、いやだからエヴァンゲリオンと近い感じが。エヴァンゲリオンもわかんないっしょ、あれ。わかんないですね。最初な、でもなんか気持ちはよくわかるんだけどっていう、気分はよくわかるんだけど、通して何なのか、でそれは自分自身のわかん、自分自身が何者かがよくわからんってところに突きつかれる感じなんで。なんかこう木の幹がなくて枝葉ばっかりが伸びていって、結局なんだろう、何が根っこに張っているのかよくわからない。いやだから戦後すぐの仲良し状態で最初のブワーッとみんな集まってくるのと、後半がもう対比されてる、対比とか変化していくんだけどもさ、じゃあ俺はなんでこんなことをしてるのかがよくわかんなくなっていくという怖い映画ではあるんですよね、そこは。菅原文太も単にそのお人、お人よしのお兄さんが、なぜか薬剤になってしまい、構想的に巻き込まれていき。いやいや、だからレイプされかけてる女を助けちゃうところがもう人なんで、だからまあ鉄砲玉としていいように使われ始めてしまうという、言ってしまえばまあ拳銃持ってる相手に立ち向かっちゃうというか、捕まったら完全にその場で射殺されても仕方がないの言っちゃうやつなんでという、
なんだけども、それがだん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 おかしな方がいい。でずっとあのキャラクターはそういうキャラクターで、なんとかしようとするキャラクターなんだけど、それが全然、まあ、おかしなことになっていくという、やればやるほど。で、前半のね、薬剤画の怖い薬剤画っぽいんだけど、やっぱり前半、後半に比べたら全然天国なんですよね。みんな信頼し合って一致して、一致団結して敵と戦ってみたいな。で、後半がどんどん敵と味方がいじみ、わけわかんなくなってて、疑心暗鬼で殺し合いになってしまうという。進駐軍とか、そのアメリカの NP とか、その共通の敵がいなくなってしまったら、もう仲間割れが始まってしまうという。そうそう、だから、最初の、だから、進行の時はなんか他の組とかあって、他の組が手入れられてるんだけど、まあまあ、それでも、なんとかみんな一致団結して戦ってやっていくんだけど、そのうちに組長がなんか変なこと考え始めるっていう、豊かになったやつから変なこと考え始めて、だんだん古文もだんだん豊かになっていくと、みんな変なこと考え始めて、どんどん疑心暗鬼の塊になっていくという。で、最終的にはだから、言ってしまえば彼自身もそうなるわけで、主人公も。誰も信用できなくなっていくわけで。すいません、トイレ行くね。あ、はいはい、はいはい。うん、いや、だからやっぱりこれ、私にとってはだからエヴァンゲリオンって永遠の謎な映画で、謎なんですよね、彼が 何者かっていうのは。まあ、金子信夫演じる山森さんのわからなさが、まあ、この映画を裏打ちしてるわけです。そうです。ある意味、山森さんが一番分かりやすいんですよね。そんな悪者もなくて、あの人、多分あれでしょ、その時の気分気分で言っちゃって、最終的に自分の都合のいいように考えちゃう人なんだ。うん。で、うん。だから人たらしになっちゃうんで、気分気分で言って。綿密な策略がある人ではなくって、その場しのぎを繰り返しているうちに、なんか、そうなっちゃうみたいな。そうそうそう、言ってしまえば、この間のエターナルのあの中年の主人公と似たタイプ。口からでもか、でもそれは本気は本気なんでっていう。で、わからないのは、いや、まあ、で、で、主役の菅原文とか一番謎なんですよね。こいつが何を考えたかよくわからないという。ああ。いや、本当なんだ、この人ね。とっとと自爆するか、とっとと離れるか、どっちかしかないタイプなのに、つかず離れてずーっというのがやっぱり謎なんですよ。この絶望が分かるほど頭良さげなんだけれども、で、ここにいたらあんたのせいでおかしくなるのも見えてるだろうっていう。で、これはもう あなたが手を引くのが一番の解決策じゃんと言って。なんだかんだ言ってあんたがいるからみんな疑心暗鬼になるわけでっていう。謎なんですよね、この人は。で、言ってしまえば、モラルが確立できないみたいな気はしないではないという。うん、自分でモラルが決められない人っていうか、そう思うと気分は分かるんですけどね。まあ、梅宮達夫がうまく模範を、ヤクザの何たるかの模範を示してやれば、うん、まあ、うまくいった。うん、うまくいったもんね。いわゆる師匠がいなかったっていうことなんですよね。うん、まあ、ダースベ、スターウォーズでいうところ、その、ヨーダがいない、そうそうそう。状態のスカイウォーガーみたいな。そうそうそう。だから、何が正しく、モラルのかけらはあるんだけど、じゃあそれをどうやってちゃんときちんと筋通すかって、筋の通し方が分かんなくて悩んじゃってるみたいな。殺しゃいいんだと若いうちは思ってたし、敵をやっつければいいんだと思ったのが、だん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 敵が誰か分かんなくなってきて、どうすればいいのか分かんなくなってくるという。そうですね。まあ、言ってしまえばダースベイダーに近いのかもしれません。ああ、そう。ただ、
実際山森さん会長っていう人も実在する山森会長も相当なんかすごい人だったらしくて、うん、本当に腹の読めない人みたいな感じで、うん、まあ、映画で見るとそのあと金子の部はちょっとコミカルにやりすぎたみたいな、うんうんうん、意見が、うん、実際のヤクザの人から、うん、なんか意見があったりします、ね、いや、だから実力もなんで、行動みんなリアルなんですよ。あ、そうなるのは分かるぜっていう。だから一番不可解なのは主人公というね。うん、いや、主人公はあの手下と同じ、みんなと同じような感じで、みんなでやってたら、こうやって泳いだんだっていうのは分かるんですけどね。このキャラクターみたいに、この映画のキャラクターみたいに立てて、筋を通そうとしてるっていうのをやると、途端に何を考えてるか分かんねえっていうことに。で、それ、だから多分本当は、まあみんなと同じように、右往左往してただけなんでしょうけど、でも、まあまあ、その人が書いたんで、その人に筋は通したんで、で、まあ映画の企画としてはそれをやらなきゃいけない。この人を悪く言うわけにはいかないっていうのがあって。で、そこでね、なんか、ライターさんと監督が見えてきたのは、多分、そこのモラルのなさみたいなのは、語るべき内容だったんじゃないかって気はしないではないですよ。あの、いい人であろうとはするんだけど、そこに明確なモラルがないという、恐ろしい状態。これ、戦後にある問題だよねっていうのは。だから、いい人でありたいとか、正義でありたいんだけども、戦後、進駐軍が去った後、じゃあ俺たち何モラルにしていきゃいいのか分かんなくなって、豊かになることになったり、あとは潰し合いになったりして、結局、どういう規範で生きていいのか分かんねえという状態にどんどん陥るという。いや、だから、あれでしょ、最初に出てきたのは、最初の方で、GI と、なんか、くっついてたお姉ちゃんの人、あれ、多分、元奥さんか恋人なんでしょう、出て行った人。え、誰ですか、それは。最初、主人公が、なんか、居酒屋かなんかで、飲んでた、なんか、入ってきて、出て行こうって言って、出て行っちゃう、あの、女の人。で、見て、けっとか思ってるの。あれ、恋人か奥さんかでしょ、元。婚約者かなんかでしょ、きっと。多分。戦争行く前の。うん、ああ、そうか。戦争行く前か。結局、居場所がな、そうそう、居場所もないし、モラルのあり方もないし。あ、それでいいやとも思えないというね。まあ、奴は奴ではなんかちゃんと生き残ったよ。それでいいやとも思えない。祝福もしてあげれねえしという。で、自分の、なんか、もう、だから向こうは向こうで、なんかちゃんと生計立ててんだって、俺いらなかったんじゃねえかと思うわけだし。いや、やっぱその辺の感覚は突き刺さったんじゃないかと思うんですけどね。なんかその辺の感覚はすごくよくわかる気はする。昭和を生きてた。なんか。なんかモラル、ちゃんと正義でいきたいんだけど、モラルのあり方が分からなくなっちゃったみたいな。まあ、今日、これが1973年に作られて、同じ年に、広島市東編が作られて、キネマ旬報で、当時、そのベスト10の1に、仁義なき戦いと次回作の、広島市東編が同時にランクインして、この票が分散してしまって、仁義なき戦いが決め順で 1位にならなかった。ああ、そんなことがありまして、まあこの一作を機に、そのいわゆる実録路線という映画の万作を、まあ、作られることに、なっていきました。なだからまあ、もうちょっと、だから、大きな話すると、だから、
チャンバラ映画が禁止された後にチャンバラ映画が OK になって、ここでね、核としたモラルの映画だったのが。で、人気者だとこれ、ヤクザなんだけど、一応モラルがあるという、あの庶民的なモラルになってきたのが、もうこうなってくると、モラルをどう思っていいのか分かんない映画になる、70年代になると。50年代ぐらいはちゃんとしたモラルで、60年代ちょっと、あの、崩れて庶民だけど、その中にモラルがあるみたいなことなんで、その中でトラさんも出てきて、で、一足物になると、もうどう、あの、モラルを持っていいのか分からないというか、正義を通していいのか分からない、正義が何かが分からなくなってきて、っていう状態に。まあまあ、それはすごい正直なところな気がして、刺さったろうなとは思うんですけどね。刺さったんでしょうね、当時の感覚。で、何十年代、で、80年代のヤマトとか出てくるわけじゃないですか。宇宙戦艦ヤマトとか。まあ、変な話ですけど。だから、80年代はやっぱりもう、あの、ヤクザものもされて、今度は、あの、実写版の方は、あの、ふわーっとした青春映画ばっかりになって、ふわーっと正義はもう問わないということになるんだけど、アニメだけはまた正義を問うんですよね。正義とか愛は何意味を問い出すという。で、若い人はみんなそっちへ行っちゃうという。で、あの、その後に五分後の世界とかあったじゃないですか。あの、村上、あれ、春樹じゃないわ、村上龍か。うん。あの、実は日本が戦争の時に終戦をそのまま、あの、ゲリラ戦を戦ってた90年代っていう、もう一つの平行世界の話があってね。で、それが現代の AV 監督がそこへ紛れ込んでしまうという話があるんですけどね。うん。だから、ベトナムみたいにゲリラ戦をその後戦後、あの終戦せずに、戦後もそのまま原爆落とすゲリラ戦をずっとやっててっていう、日本人が。うん、で、90年代で一応なんか、いわゆる中東みたいなことになってるんだけど、その中で誇り高く生きているという。うん、で、その前後ぐらいでまたあの仮想戦記とかがあって、例えば、そうですよね。で、やっぱりなんか、で、その、うん、そっからやっぱりちょっと二極化が、うん、戦争を肯定するか否定するかって二極化に分かれたり、うん、まあもちろんそう、実際の話もいろいろ起こって、なんですよね。いや、もうそれこそ、あの、慰安婦問題とかその辺から80年代から噴出して、その両極になっていくというね、うん、モラルをどう持つのかって。やっぱりその流れな気がして、うん、で今だとだからモラルをどう持つかっていうのがまたずっとみんなやってる気がしますけどね、これをあの鬼滅の刃もそういう話じゃないですか、モラルはどこにあるか。ちょっとトイレ行ってきていいですか。はい、どうぞ。ちょっと、はい、収録中になったまあまあ、うん、ね、いや、どうでした。いや、面白かったですね。なんか、初めて人気者を見たんですけど。ああ、人気者。ものすごい集中しちゃいましたね。いや、これ人気者ではなくて、人気者これの一つ前の、あの古き良き、あの、明治とか大正時代の、あの、人気道を貫いた、あの、ヤクザさんたちの話っていうのがまた、そういうシーンがあって、これはもう戦後で人気道がなくなって、仁義がなくなった世界の戦いの話で。人気がなくなったっていう。ヤクザ映画？ヤクザ映画ですね。ええ、実録を、見たのは初めてで、すごく楽しかった。あ、楽しかった。あ、よかった。楽しかった、うん。いや、よかったですわ。ものすごく集中して見ちゃいました。もう皆さんの話が耳に入らないぐらい。面白い。いやー、それ、あ、素晴らしいじゃないですか。いやいやいや、まあ、この辺は結構ね、人気なき戦いが、3とか面白いんですよ、本当に。2も3も、あの、面白いので、よかったら見てやってくれ。見てやってない、見てみて。面白いですか、みんな。あの、広島死闘編、ちょっと見てみたいなって。広島死闘編とね、でね、その後の何だったかな、3番目何だったかな。うん、あの、ああ、第一戦争がめっちゃ面白いですよ。第一戦争があの、神戸の、ね、あの、ヤクザさんたちが、明石組が乗り込んできてって話で。うん、あのちっちゃいまして第二次戦争が起こってしまうという、うんうん、日本のヤクザさんたちの、
うん、でまあ仁義なき戦いちょっと見てから、あのそれこそあの火ボタン王竜とか、ああはいはい、あの辺のあのあのいわゆるあれですね、人気者を、あ、見るとちょっとそれはそれでまた面白い、あの高倉健のやつとかね、はいはいはい、いや今日見た作品で大スターがほとんど出てほとんど死んじゃったんですけど、うんうん、次の作品以降誰が出るんやろうというそういう不安があるんですけど、キャラクターが変わりますただ松方弘樹はまた別のキャラクターで次で、うん、川谷太郎もまたああ、そうなんです。ああ、そうなんですね。うん、また、また、ぜひ、ひくもまた、うん、出てくる。できて、また、ただ、やっぱり、あの、キャラクターの作り方はむちゃくちゃうまいので、キャラクター見てると楽しくて、楽しくて。そんなキャラありっていうのが。あの、千葉茂とか、そんなキャラクターありかっていうのを。で千葉真一ね。ああ、千葉真一。千葉真一とか。しげるはあの声優でしたね。そんなのありっていうのがいっぱい出てくるの、ね、で、だんだんその、1でこんだけやったんで、2、3とだんだん役者さん側もそういう気になって出てくるので、ね。役者の方からぜひ、この次回作に出させてくれ。この深作品質とかにこう。立候補しに行くというか、我も我もっていう感じで、行くれば。でもうなんか役者さんがだんだんあの本気になってくるというのが見えてくるで、兄さんと。いや、だから、無茶、あの、ああいうスタイルなんで、役者さんが無茶やってもそのままやってく、OK になるので。ああ。で、川谷拓三とかどんどん上手くなっていくといい。どんどん役が大きくなっていくと。いや、もうその辺なんか東映は非常にいい加減で、その、うん、死んだ人が別のキャラクターで出てくるし、うん、千葉真一とか、うん、千葉真一を演じるキャラクターは死んでないけど、千葉真一のキャラクターをまた別の人が演じる。そう、確か獅子戸純が同じキャラクターの人になんか、なぜか途中から千葉真一から獅子戸純が変わってる。うわ、いや、でも、まあまあ、だからその辺が、この映画見て、やっぱりあの、ギリギリのとこで成立させるのがようできてあって、あの、シナリオも演出もギリギリのとこで、あの、見てつまんないっていうところに行かないようにギリギリしてると。で、これ以上説明したらまた逆につまんなくなるんです。あの、話が込み込みすぎだから。ね、これ以上昇格したら何が起こってるのかわかんなくなるんだけど、面白いのはここだっていうのはちゃんと捉えてるから、キャラクターがこいつは分かんなくていいっていうのは分かってくると。で、あ、こいつどっかで見たよな、あ、どっちだろうって死んでいくという。で、あの、松方弘樹とかだけきっちり印象に残しておいて、こういう関係というか。あ、その辺絶妙なんですよね、やっぱりこの監督。なるほど。まあ、一応あの小林明とか丹波哲郎とか、あのもっと有名な人が、いや、やっぱり私これに出た前田金が好きです、まあ、あの組長の顧問になる後々、うん、あの番頭というかあの若頭やるという前田金が好きです。なんか本当に寅さんの世界の前田金が役者だったらこうだったろうなっていう役をやってるので。いやだってあのくだりやっぱり前田銀だからやらしてる気は、あの犬肉のくだりは。いや一応だからこの当時はだから寅さんが何年、70あれ何年でしたっけ、1年でしたっけ。なんなんこの間見た寅さんの会社、そうだけど、何年だったかな、え、忘れちゃいましたね。まあ、76年やなかったです。76年か、これの後ぐらいか。76年。そっか、3年後か。いや、だから、あの、松竹も、あの、薬剤画を作らざるを得なくなって。ああ。で、松竹が考え、山田洋次が考えた薬剤画があれだったという。
いやだから薬剤映画撮れて、あの命令が来て、あの出したのがあのトラナさんの企画で、いや薬剤映画でホームムービーやろうとしたというね。よくよく考えたら仁義なき戦いって成田美希夫が出てなかったの。あ、これ出てないんですよ。そうですね。そのこの後で、成田美希夫は仁義なき戦いシリーズで いろいろ出てたと思うんだけど、この後面白いのは何？広島ストーリーからです。いや、やっぱキャラクター作るのがうまくて、あの顔を見ただけで面白いって思うやつを続出してくるのです、キャラクターが。で、成田美希はやっぱりその中でも結構ね。で、多分川谷拓三もそれですよね。演技はできないけど、この頃は特に顔を見てるだけで面白いとか、うん、そういうのをうまく使って。で、この時はまだあのやっぱり普通の悪役顔みたいなの出すんだけど、だん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 もう個性強すぎるのがいっぱい含まれて、個性ないやつあんまり出なくなってくるという、個性作ってなんか出してくるようになるので、どんどん面白くなる。なんかヒートアップ、小池浅尾とかも、そうそうそう。あ、なんかチラってくる来てるあのエキストラの人たちがみんなあの怖い怖いというか、なんか個性的な顔出してくるという、後ろで映ってる。この時は普通のあの普通にあのヤクザのチンピラさん風の人がちょこちょこ出るんだけど、あの人たちもだんだん変わってきますから、なんか雰囲気がなんかやり始めるという、おはよう、楽しいですよ。うん、まあまあよかったらまたこれあのあの小田さんはあの今回はお気に召しだそうで、とっても、非常に楽しませていただいて、ちょっと終わりが肩透かしを暮らしたような感じで。で、半年後にあの続編が出たんで、みんな見に行ったってやつです。なるほど。いや、だからこれ、試写会の時、試写会で謝罪した時に、もう続編作れっていう話になったらしく。で、半年後に続編作って、公開という恐ろしいスケジュール。うん、あ、じゃあ、まあ、今回どうしましょう、まとめていただけたら。まとめ、何もまとめない。まあまあでも、一言で言うと何だろう。あ、一言ずつなんか言いましょうか。一言ずつで、一言で言うと私、やっぱりね、戦後のモラルの、モラルをね、探す旅の強烈なやつだった気はします。これずっと未だに続いてるんですけどね、鬼滅の刃はね。モラルを探す旅は。うん。あの、モラルというか、なんだ、そのモラルって、なんか正義を探す旅と言ってもいいんですけどね。はいはい。そんな気はちょっと、やっぱ今回なんか見返してみて、強烈に。あの、この間、年末に鬼滅の刃見てて、なんかもやもやしたよ。ああ、こういうことだと思ったり。っていうのがちょっと私の感想でしたね。まとめる。はい、そうですそうですね。まあやっぱりスターシステムがなくなって、そのスターの映画から集団の映画になったという、まあ、時代劇も実は同じ道をたどっていて、中村金之助とか、あの主演の映画 ではなくなってきて、最後は13人の刺客みたいに、集団時代、時代劇に最初、なっていたんだけど、それと同じことがヤクザの映画でも、おそらく起こっていて、集団突撃化していく生き残り策だったのかなと。まあ、この後は仁義なき戦いシリーズも続々出ていくんだけれども、結局はもうそれも立ち行かなくなってしまって、いよいよ、ね、ヤクザ映画というジャンルが。なくなっていく。なくなっていく。まあ、ヤクザ映画のこのエネルギーはアニメに行っちゃったんじゃないかって気がしない。むしろアニメの方でその正義を求める、求めるものがどんどんアニメーションとして。うん、まあ、そんな歴史の転換点。見ましたけど、まあまあ今日もあのなんか港観光部で言ってたあのガンダムもやっぱりそういう話で言えば正義を求める戦いが、ああ、うん、どっちが正義か分かんないですけどね。でそれは結局あのそうそう、あのもともと言ってたあの江戸時代の世話物とか
講談の世界からずっと日本人がやってたことが延々と。やっぱ四十七士も正義はどこに、いずこにありやっていう、うん、世界なので。だからね、やっぱりその辺もそういうものを求めてしまって、それが延々と、うん。まあ、だからそうですよね。集団になって壊れていくと。で、集団ものがだんだんヒーローがいなく不在になっていくというのは、もう今もそれが。今や妹助けるために正義を求めるというね。ギーギーの正義を。鬼になった妹を更生させるためにという。恐ろしい。ああ、鬼滅の刃ですよね。そうそうそう。ありそうですもんね。あ、で、まあまあ。小田さん、感想は何か一言大丈夫。ああ、いや、非常に楽しめて、うん、見ました。もう皆さんの言葉が耳に入らないぐらい、会話が集中してました。おお、ああ、よかったです。ああ、いやいや、まあ、皆さんも、これ見てる皆さんも、楽しんで、初めての方も楽しんでいただけたらと思います。まあ、ちょっとこれで、仁義なき戦いのハードルを降りた人はいろいろこれの広島死闘編とか、大地戦争とかいろいろ見ていただけると。で、まあまあそのうちにそうか。極道の妻たちまでこの流れは、これが女性、集団になって女性になって、女性の集団になってとだんだん行くので、極道の妻たちもなかなか、最初のやつとかおすすめなのでよかったな。まあ、あと、戻って人侠者へ行ってもいいですかね。ひぼたん、ひぼたんおりゅうか。昭和残響伝とか、日本昭和残響伝も。あと、そっか。うん。その辺とか時代劇とかいろいろ。この流れは面白い映画がいっぱいあるので、はい。この流れも、日本映画にも。はい。これね、ゴッドファーザー行ってもいいですよね、これ見て。まだ見てない人が。ゴッドファーザーも、まあ、実はこれと似たような話で。実はこういう話になっていくと。うん、まあまあ、それはそうなんですよね。まあまあ、言ってしまう。まあ、宮廷、なんだ、陰謀者も、まあ、この路線ではあるので。うん、また、はいはい。じゃあ、今回はそういうことで、一遍ここで、終わります。じゃあ、また来週、またなんかの映画見ましょう。はいはい。じゃあ、これで、これ切ります。では、皆さん、見てる皆さんはさようならでございます。一遍これで録画停止します。お疲れ様です。お疲れ様です。